スーパーカリフラゲディシーネクシーバーディトーショー。ダメだった。It's me, Shell. 皆さんこんにちは。お元気ですか？普段はアーティスト活動しているディズニー大好きシンガーの Shell です。ということで本日はラファエロ先生のアトリエ遊びに来てしまいました。今日はなんと私の大好きなメリーポピンズのプレゼンをしてくれるということで、すっごく楽しみです。ではプレゼンに行ってみましょう。うまいっすね。最高。まさかのテイクワンで。では改めまして、夢プレゼンター新庄隆ですが、こちらクイラーファイルこと竹内ラファイル清人と申します。今日はよろしくお願いします。お願いします。今日のゲストがチルスープさんですね。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。様になってますね。すごい。本当ですか？よかった。めちゃくちゃ様になってる。アトリエ最高です。やっとバレた。それに合わせて着ていただいたそのファッション、はい、耳かわいいし、ありがとうございます。シャツも色合いもバッチリだし仕上がってますね。嬉しい。はい、ということで今日よろしくお願いします。お願いします。で、今日も早速夢プレゼンさせていただくんだけども、はい、まあ今日のテーマがこちらですね。メリーポピンズということで。大好き。で、シェルさん自身メリーポピンズがすごい好きだっていう話を聞いたんで、はい、もう今日やるしかねえなと。大好き。ディズニーファンからするとすごい言わずもがななんだけども、うん、まあ普及の名作ですよね。うん、間違いない。このメリーポピンズどんなところ好きなんですか、シェルちゃんは。あのね、うん、奥が深いんですよ。あ、めっちゃわかる。わかります。わかる。すっごいわかる。そのままたの見ても楽しいんですけど、うんうんうん、奥を考えて、はいはいはい、奥を知るとなんか泣けるんですよ、うん、確かにそれめちゃめちゃ泣ける。ほんとそれ、うん、今日の答えかもしんない。奥が深い。奥が深い。めちゃくちゃ奥が深い、うん、見ても楽しいし考えさせられることもあるし、うん、でそれを自分に落とし込むとなんかこれからもっと楽しめるような人生そのものを、うん、でメリーポピンズ、うん、自分も見る前そうだったんだけど、うん、ちょっと偏見あって、うんうんうん、ああメリーポピンズってあれでしょ、ちょっと古い作品でしょみたいな。あ、はい、あるあるですね。あるあるで、なんかちょっと前のヴィンテージ作品ぐらいに思ったんですよ、うんうんうん、少し前の。ただただのヴィンテージ作品、古い作品、有名な作品で終わらせたくなくて、はいはい、メリーポピンズを知らない人たちのためにまずちょっと概要をお願いします。まとめさせていただいて、じゃあまあメリーポピンズのどんなところがすごいかと、うん、まず公開が1964年。ほう、かなり前ですね。結構前だよね。結構前だね。今から50年以上も前の作品だから。確かに、うん、ラファエロもシェルちゃんも生まれないですね、はい、まだ生まれてなくて、それより前のまだ戦争、第二次世界大戦が終わって20年とか、まあ激動の時代に生まれた作品で、でそんな中これすごいですね。公開当時ディズニー史上最高の興行収入。すごいな。だから公開してそれまで今までさ作った作品の中でメリーポピンズが一番跳ねたと。結構も残してるんですよね。それで最高の興行収入を叩き出してアカデミー賞13部門ノミネート。素晴らしすぎる。何個受賞してんのって話ですよね。13も受賞すんだ。何の部門かも覚えられないぐらいありますもんね。何の部門かも覚えられない。まあおそらく男優賞だったりとか女優賞だったりとか優秀アニメ賞だったりとか、いろんな賞賛で13部門ノミネートして、極めつけがこれでアメリカの議会図書館に保存されます。どういうことですか？どういうことかというと、このメリーポピンズっていう作品は、はい、まあ歴史的に見ても、うん、文化的に見ても美術的に見ても素晴らしい作品だよね、映画史においても本当にすごい作品だよねっていうことで、はい、アメリカが国歌をかけてこの作品は後世に残しておくべきだ、しっかり保存すべきだ、守るべきだっていうことでアメリカ議会図書館に保存されてるんですよ。知らなかった。これすごいですよね。やばいですね。まあもうそのメリーポピンズのやばさがこれで伝わったと思いますね、はい、で、メリーポピンズを知らない人のためにちょっとあらすじを紹介すると、うん、まあ魔法が使えるんですよね、うん、このメリーポピンズっていうすごい素敵なお姉さんが、うんはい、でそのメリーポピンズがまあひょんなところから、うん、ある家族の家庭の乳母として家政婦として働くことになっていって、でその家族っていうのがまあ若干ちょっと愛情が欠けているというか、うん、
お父さんは仕事で忙しいし、うん、お母さんはなんか活動が忙しくて、うん、で子供たちのお世話は周りのメイドだったりとかメリーポピンズがこう見るようになっていく、うん、でそういう家族なんですよね、はい、うん、でそこへメリーポピンズが教育を通して人生で大切なことを教えていって、その家族全体が愛情を取り戻していく物語っていうストーリーで、合ってますかね。もう合ってます。合ってますか。すごい。あ、よかったよかった。短い間に全部詰まってた。あ、よかったよかったよかった。おそらくテーマは愛なのかなって自分は受け取ったんですよ。家族愛、子供愛、うん、そういう愛がテーマになった作品なんだな、はい、っていうことを念頭に置いていって、うん、じゃあまあメリーポピンズって夢プレゼンターから見てどんなことが学べてどんなことを吸収できるのかなって考えたんですよ。おー。それを整理するとまあ大きく4つのことが得られるなと。社会の厳しさ、困難の乗り越え方、仕事のやりがい、人生で大切なもの。はい。なんか引っかかるワードありますか？社会の厳しさって例えばどの部分なんだろう。あー、なるほどね。はい。シェルさん自身、まあ俗に言う社会に出て、うん、あーなんか社会って大変だなーみたいな、稼ぐ仕事するってほんと大変だな、苦しいなっていう経験ありますか？毎日毎日エブリデイエブリデイエブリデイ、はい、エブリデイ大変エブリデイ大変。いやーそれだから結局毎日ほんと大変本当大変。楽しいこともそうなんだけど全部大変なんですよね。間違いない。社会やってるっていうことは、はい、働くっていうことは、うん、じゃあもうそれも踏まえて、じゃあちょっとメリーポーミズから落とし込んでいてください。かしこまりました。じゃあまずこの社会の厳しさについて教えてくれる人、うん、メリーポピンズって出てくるキャラクターってすごい個性的ですよね、うん、登場人物がすごく多くてバラエティ豊か で、うん、で今回ちょっと3人のキーマンにちょっと焦点を当てさせていただきました。お、はい、で社会の厳しさについて教えてくれるのが、まあ、こちらの方かなと。バンクスさん。バンクスさん、メリーポピンズがこうやってきた家族のお父さん、一家の大黒柱のジョージ・バンクスさんなんですけど、うん、はい、お父さんについてはどんな印象でしたか、作品ご覧になって。うん、厳しくて、はい、昭和の男って感じ。あー、まさに昭和の男。うん、昭和の男。女を働け、はい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 、うん、家の家事をしろ、うん、俺は全部一家の大黒柱、俺の言うことに全て従えって感じ、うん、確かに、まあ、まさにそうですよね、うん、家族の中でも一番俺が偉いんだ、うん、俺の言うことをしっかり聞け、はい、お前ら俺の言うことを聞けっていう、まあ亭主関白的な感じですよね、うん、ザ・昭和のお父さんっていう感じがして、はい、で、そう、そこも自分すごい引っかかったんですよ、うんうん、あれをやりなさい、これをやりなさい、これはダメだ、俺の言うことを聞けっていう、なんでこのお父さん像が仕上がったのかなってちょっと落とし込んだ時に、実際もう見た通り成功者なんですよね。うん、そうですね。もうしっかりジャケット身を包んで豪華なインテリアに囲まれて、お仕事何されてましたっけ？銀行員です。銀行員、うん、しかもただの銀行員じゃなくて重役まで行ってませんでしょ？行ってますね。行ってましたよね、うん、だからもうすごい責任の重い仕事までしていて、富権力名声、まあ俗に言う成功者の方で、旗から見たら、ああバンクスさんって成功者よね、すごい方よねっていう印象だと思うんですよ、うん、ただそれがゆえに社会の厳しさも全部知ってると思うんですよね。はい。それこそ1960年代って言ったらまだまだ激動の時代だし、うん、その時の銀行の重役ってなってくるともう国を支えるようなそんなお仕事をされてた。それを乗り越えたがゆえに、社会の厳しさを知ったがゆえに、家族にこう冷たくなってしまった、はい、冷たくなってしまったというか、自分が大変な思いをしてきたからこそ、うん、子供たちや奥さんにも、いやそんな甘くないからな、社会って大変なんだぞ、これからしっかりしなきゃな、お前たちもっていうことで、結果的に家族にそういう厳しみになってしまったのかなって自分は思ったんですよ。間違いない。え、そう思いますか？はい、うん、それを考えると、なんだお父さん憎めないですよね。確かにね、ちょっと憎めないなと。確かにね、なんかね、社会に出た時の自分に似てるんよ。そうなんですか？うん、張り詰めてる感じ、張り詰めてる緊張。あー、同じですね。めっちゃそう。だから、あ、バンクス当時の俺じゃんってちょっと思ったんですよ。おお。え、そういう時期ありませんでした？なんか仕事だけにちょっと集中しちゃったみたいな時期。わかります。ありますか？あります。え、いつぐらいですか？ね、二十歳ぐらい。二十歳ぐらい。若い。でもその二十歳の若さでそこまでいけてるってすごいですね。うん、そうなんですかね。で、まあ社会の厳しさについてはもうお父さんがその背中で教えてくれたんですよ。うん、うん、
もう振る舞いだったりとかポジショニングだったりとか仕事の向き合いだったりとかはもう全部そのバンクさんの姿勢が教えてくれて、じゃあその社会の困難だったりとか大変さだったりとか壁の乗り越え方について教えてくれたのがメリーポピンズかなと。困難の乗り越え方。メリーポピンズに対してはどんな印象でしたか？メリーポピンズは、なんか私が初めて見た時の想像は、すごい寂しい人生を送ってたんじゃないかなって。自分が寂しい思いをしたから人に幸せを分け与えてあげるような女性像を感じました、ね、最初見た時に。ああなるほど、それ言われると確かになと。なんか優しくできる人って結構過去に辛い経験だったりとかいろいろ乗り越えてきたからこそ周りに何かしてあげようっていうそういうマインドありますよね。ありますよね。あーでもそれ聞いてなんか結構きましたね。めっちゃそれを感じた。うん、すごい今聞いて感じました。実際メリーポピンズもう第一印象だけだと、まあ、素敵なお姉さん、綺麗なお姉さん、綺麗な女性、何でもできちゃう完璧主義、しかも周りを幸せにできる、まあ完璧主義者というか、まあお手本のような存在ですよね。そうですね、ロールモデルのような、でまあ困難の乗り越え方で自分好きなシーンがあるんですよ。好きなシーン、好きな言葉があって、メリーポピンズのこちらの言葉、苦い薬も人差しの砂糖があれば簡単に飲めるように、やりたくないことだって考え方一つで楽しく変わるわと。一体これどういうことかっていうと、映画の中では子供たちの部屋が散らかってたんですよね。すごいごちゃ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 散らかってて、おもちゃ出しっぱなしだし、クローゼットが開きっぱなしだし、でそんな部屋を見たメリーポピンズが、じゃあ子供たちにちょっと一緒に掃除をしましょうと、一緒に掃除をしましょうって言うと、子供たちは、いやもう掃除なんかいいよ後でみたいな、掃除なんて嫌いだよ、めんどくさいし、いいよそれより遊ぼうよみたいなスタンスなんですよね。そんな中メリーの言った言葉が、いややりたくないことだって、そういう掃除だって考え方一つで楽しくできるのよって言いながら、魔法を使いながら歌いながら踊りながら楽しく掃除をしている姿を子供たちに見せたら、なんか魔法やれば楽しそうじゃん、え、なんかすごい楽しそうなんだけど一緒に混ぜてよみたいな感じで、結果的にはみんなでこう掃除を楽しくしたっていう物語があるんですよね、でこのシーンがすごい自分印象的で、やりたくないことも考え方一つで楽しめるなって思う経験あるんですよ。なんかそういう経験ありますか？ありますね、いや基本的に今思うのは正直 YouTube の編集、あーかりみー YouTube の編集超わかりみーわかるー、すげーわかるですよね、その向き合い方、そうマジでそれ本当にそれ、まあ、クリエイターだからクリエイティブなこと好きだけど、ほんと大変やばいですよね。その大変なその編集どうやって楽しみながらやってるんですか？じゃあなんか工夫してるんですか？そう、自分の中で、いや私ディズニー好きだなってもう一回改めて考え直して、私のディズニー好きな気持ちを待ってくれてる視聴者さんもいるって考えて、うわー楽しもうって思って作ってますね。なるほどね発想の転換で、ディズニーが好きだから待ってくれてる人のためにっていう発想の転換で編集を楽しむようにしている。そうです。わあお見事です、さすがです、やってますねメリーポピンズで自分自身はもう少し身近な例で例えさせてもらうと、洗い物嫌いなんですよ。おーはいはいはい、洗い物嫌いでもうすぐたまるし、もう手濡れるし、もう洗い物ほんと嫌いだわとか思ったんだけど、じゃあこれを考え方一つで楽しく変えるにはどうすればいいのかなって考えたことがあって、洗い物をしてる時ってまあ目や耳は使えるから、まあ好きなこと YouTube が好きだから、じゃあちょっと YouTube 流しながら洗い物しようかなって思ってるんですよ。食器棚がこうあって、iPhone こうコトって立てて、好きな動画とか好きな音声コンテンツをまあだだ流しにしながらちょっと洗い物やるようにしたんですよ、そしたら結構思いのほか楽しくて、わあ素敵、洗い物って、まあ、立ってやるじゃん、立ってやって、でこう手を使うから結構フィジカルを使うからいいリフレッシュになるんですよ。体を動かすっていうところに焦点を当てると、すごい、そこで自分もクリエイターでありデザイナーだからデスクワークが長いから、確かにちょっとこれああ編集疲れだなーって思った時に、じゃあちょっと気分転換で洗い物するかっ
って思って洗い物するようにしたんですよ。真逆になりましたね。そう、真逆になったんですよ。気がついたらあれみたいな。すごい。シェルさんにとっての編集作業がまあ苦い薬であり、自分にとっての洗い物がまあ苦い薬であり、まあ一筋の砂糖、まあ甘い砂糖っていうのがまあ YouTube であったりとか視聴者のためをって考えるとまあ頑張るようになるんですよね。で、じゃあまあ社会の厳しさを教えてもらいました。その困難の乗り越え方も教えてくれました、はい、で、もっとちょっと確信をついたことを進ませてもらうと、仕事のやりがい、仕事のやりがいについて教えてくれたのがまあバートかなと。まあ世の中いろんな仕事があると思うんですけど、はい、シェルさんはどうして今のアーティスト、シンガー、うん、YouTuber っていうそういう仕事をやられてるんですか。そこ聞きたくて。普通の人と違うことがしたいっていうのは昔からずっと思ってて、なるほど。その中で特に好きなのが歌だったんですよ、うん、あれで歌をやろう、うん、で歌を始めた、うん、でも歌と同じぐらいうちディズニー好きで、はいはいはい、歌と同じぐらいの時間をディズニーに費やしてたんですよ。同じぐらい同じ好きで、そう、はいはいはい、でもどっちが1位かも選べない、うん、両方やりたいってなって今です。あー、なるほどね、はい、歌うことが好き、歌が好きっていうのと同じ気持ちでディズニーも好き、うん、でそれを掛け合わせた結果今の仕事がこう出来上がってきたっていう感じ。そういうことです。羨ましい。その好きを仕事にできてるっていうのが。え、ラファさんも好きじゃないですか。もう好きが詰まってるじゃないですか。僕の場合ちょっといろいろ遠回りしてるんですよ。お、そう、だいぶ遠回りしてるんですよ、はい、え、ちなみにその歌が好き、ディズニーが好きっていつぐらいの時の話ですか。いつからですか。好きなのは本当に幼稚園ぐらいの時からです、うん、それが羨ましいですよ。おお、はいはい、幼い頃、幼稚園の頃からずっと好きを一貫して今に至ってるじゃないですか。はい、それが本当に素直で羨ましくて、うん、自分だいぶ迂回してるんですよ。なるほど。遠回りして。じゃあちょっと順を話させてもらうと、はい、バートってどんな仕事しますか。煙突の掃除。煙突掃除や。煙突掃除以外にも何かやってませんでした。あ、床に絵を描く。床に絵を描いてたストリートアーティスト。うん。あともう一声。演奏。演奏もしてた。うん。ああいう演奏もして、まあ要はまあエンターテイナーなんですよね。うん、確かに。バート自身。で、バートのその大道芸だったりとか、あとは煙突掃除だったりとか、うん、あとはストリートアーティストだったりとか、うん、結構いろんな仕事をしていて、なんか今の俺に似てんなってちょっと思ったんですよ。あー、なるほど。自分もクリエイターやったりデザイナーやったり、はい、あとはバリスタをやったりといろんな仕事をしていて、なんかあんまりこう囚われることはなく、うん、とにかく好きなこと楽しいことをやろうっていうその考え方なんですよね、うん、で、じゃあなんでバートがその仕事になって俺もこの仕事になってるなんてちょっと考えた時に、今までいろんな仕事してきてるんですよ。はい。学生の頃のバイトから考えると、まあ、ケーキ屋さんで働いたりだとか。かわいい。そう、ケーキ屋さんで働いたんですよ。クリスマス大変ですよ。本当に絶対やばそう。あとはまあファミレスで働いたこともあったし、うん、焼肉屋さんとかイベントスタッフ、セミナー講師、インテリアプランナー、倉庫の経済とかいろいろやってるんですよ。はい。で、いろいろこうやっていく中で、これ俺に向いてんなとか、これはもうやりたくないなとか、うん、これもうちょっと好きだな、あ、これ成長できんなっていう、いろいろ考え取捨選択していった結果今の仕事なんですよ。あ、そういうことですね。だいぶこういろいろ冒険して紆余曲折して整理整頓して今なんですよ。おそらくバートもそうなのかなってちょっと思ったんですよね。あ、うん、煙突掃除人、大道芸人、ストリートアーティストっていう、それの行き着くまでに結構いろんなことを経て今の形なのかなっていう、そこすごい共感して。シェルさんちょっと羨ましいですよね。ちょっと嫉妬なんですよ。あー、そうなんですね。幼い頃からもうディズニーが好き、歌が好き、私はこれでやっていこう、人と違うことをって一貫して今もあるじゃないですか。確かにそこだけはブレてないですね。そこ全くブレてないじゃないですか、はい、自分ブレブレだったんですよ。ブレブレでむしろ迷子になって、むしろちょっと恥ずかしいからやめようとか、うん、親にこう言われたからこう言わ、なんかこっち行こうとか、うん、結構環境のせいにしたりだとか周りのせいにしたりだとか、ちょっといろいろ言い訳がましくて、だいぶこう紆余曲折してようやくここっていう感じなんですよね。だいぶ遠回りしたなっていう印象で。でも今幸せですか。今めっちゃ幸せです。何よりです。何よりです。今幸せですか。幸せです。素晴らしい。やった。素敵です。ありがとうございます。で、まあこのことから、まあ、視聴者さんとかシェルさんに、はい、まあ、シェルさんはもう言わずもがなだと思うんですが、
まあ結構仕事のやりがいだったりとか、うん、俺何の仕事が向いてるんだろうってね、迷ってる人結構いると思うんですよ、うん、世の中には。自分から言えることは、バートから学んだことは、とにかくいろんな経験をしてほしい。確かにシェルさんのように、私にはこれっていう自分の才能にも気がついてやっていけるっていう自信や確信があるのなら、もちろんそれでいいんですよ。もうその道を突っ走ってください。けど、やりたいことがわからない、好きなことがわからない、夢が特にない、どうしていいのかがわからないということであれば、とにかく今は質より量でいろんな仕事を経験して、で、これは自分に向いている、これは自分に向いてないという取捨選択をして、回り道をしてもいいから、自分に合った転職、天気の天に職業の職の自分に合った転職を見つけてくれたらいいなって思ったんですよね。素敵、深いよ。そうだから、パートのそのなんだろうな、仕事とか行くのもすっごい好きなんですよ、うん、で、そんな中、まあ印象的なシーンがまたあって、子供たちが相談するんですよね、バートに、うん、なんかお小遣い握りしめたシーンありませんでした？お小遣い握りしめたシーン、お小遣い握りしめて、このお小遣い何に使おうかって考えてた子供たちのシーンがあって、うん、そこにいたおばあさんがなんか鳩に餌をあげてて、うん、その餌も売ってたんですよね、はい、で、あれやりたいみたいな、鳩に餌あげたい、このお小遣い鳩の餌買っていいみたいな感じで聞いて、うん、なんか鳩に餌あげるなんて楽しそうじゃんみたいな、子供たち純粋だから素直にお父さんに相談したところ、お父さんは、いや、鳩に餌あげてどうするんだと、あんなことしても何にもならないじゃないかって跳ねつけちゃうんですよね。そんな餌にあげるぐらいやったら、銀行にこうしっかり預けて、預ければ福利があってお金が増えるから、そっちの方が得だろみたいな感じで、銀行に預けることを子供たち促すんですよね。でも子供たちはピンとこないんですよね。で、そこについてなんかバートに相談するんですよね。僕たちは餌あげたかったのに、お父さんは銀行になんか預けろって言うんだよと、お父さんとの関係もうまくいってないし、お金の使い方もよくわからないし、どうすればいいのみたいな感じでバートに相談した、そのバートの答え、これがね、またちょっとぐさりと刺さる言葉なんだけど、はい、これはね、なんかお金となんかその幸せに関してちょっと教えてくれた、うん、結構刺さる言葉だなと思って、じゃあちょっと読ませていただきますね、はい、よく考えてごらん、お父さんは気の毒な人だ、毎日ゾッとするほど冷たいあの銀行で冷たいお金に囲まれて働いている、君たちにはお母さんやメリーや純正や僕がいる、でもお父さんは困った時はどうすればいい、誰もいない、頼れるのは自分だけ、文句も言わずに一人で仕事を続けるしかない。これはね、刺さりますね、これはね、刺さりますよね。シェルさん自身、お金とはなんかどう向き合っていますか？お金とかその幸せとか、うん、いろんな考え方があると思うんですよ、はい、お金か、正直、はい、実家は結構お金がある、はい、あ、なるほど、家なんですよ、ご実家は結構裕福で、なんですけど、うちがやりたいことがもともと決まってて、はい、それで親と揉めて家出をして、うんうん、そこで本当にお金が全然なくて食パンだけ食べてた時とかも全然あったんですよ。光熱費全部止まって、そんな時期あったんですね。平成に何してんだよって感じなんですけど、まさに都心サバイバルを経験していて、やってて、でもその時に初めてお金がなくても幸せだなって思って、だから今はお金イコール幸せとは全く思ってないです。あ、お金イコール幸せの方程式は成り立たない、なくなりました、私の中では。なるほどね、でもそれ同感なんですよ、自分も、で、それ同感なんですけど、気づく前はお金イコール正義だと思ったんですよ、うん、まずいくら稼げるかとか、そのじゃあ稼ぐためには出世だなとか、うん、そういうお金の数字だったりとか、お金そのものに価値を置いてしまったんですよね、はい、自分自身も。で、さっき紹介したバンクスさんも、うん、おそらくそれかなって思っていて、うん、とにかくお金は増やすべきだ、増えた方がいい、あった方がいい、じゃあそのためにはどうすればいいか、とにかく数字だ、役職だ、ポジションだっていうところにこだわりにこだわり抜いて、お金そのものが目的になっちゃったんですよね。ただ子供たちが教えてくれたのは、お金本来の価値、お金を、じゃあ例えば鳩の餌を買います、鳩に餌をあげます、楽しいです、周りとなんか妹と一緒に仲良く、鳩に餌あげたら妹とも仲良くこう楽しい時間を過ごせましたっていう、お金を使った後の価値に子供たちはもう気づいたんですよね、はい、ただバンクスさんはお金を預けることで増えるっていう、そのお金そのものに価値を置いたんですよね。ここが大きな違いで、じゃあ
子供たちは今現状どうで、お父さんがどうなってるかっていうと、まさにこの言葉なんですよね、うん、子供たちはそういう目的のためにお金を使って、で素直でいる結果、まあお母さんだったりとかバートだったりとかメリーポピンズだったりとか巡査部長だったりとか周りの友達がたくさんいて、君たちは幸せだろ、けどお金を目的にしたお父さんはどうだい、一人ぼっちじゃないかっていうことをバートがここでもう言ってるんですよね。でこれはもう物語のオチになっちゃうんですけど、お父さん自身これに気づくんですよね、うん、素敵。最終的にはそこでお父さん報われたなって自分は安心したんですけど、お父さん自身もそのことに気づいて、あ、まあ確かに仕事はしてきてお金も稼いでそれなりに役職もあるけど、けどそれ以外何があんの、仕事頑張ってきたけど仕事以外に俺何かあったっけってふとなんか我に返るんですよね。でその結果今の自分にとって何が一番大事なのかなって考え直した結果、家族との愛、時間、そういう絆が大事なんだなっていうことを気づいて、最後この絵なんですよね。で最後そのお父さんの経験だったりとかバートの言葉から自分がこう人生で大切なもの、この写真から読み取ったんですよ。これすごい好きで、家族みんなで揃ってたこ揚げをしてる絵なんですよね。でタコ揚げを一緒に楽しんでいるんだけども、今までお父さんはえタコ揚げてどうすんのみたいなそういうスタンスだったんだけども、自分でこうタコを買ってタコを直して、で一緒にタコ揚げやろうよみたいな感じになって、家族4人でタコ揚げをする、家族と一緒の時間を過ごすっていう最後エンディングなんですよね、はい、要はこのメリーポピンズっていう作品は、まあ確かにお金だったりとか権力だったりとかそういったものも大事なんだけども、何より大事なものは家族の愛情であったりとか人と人とのつながりだったりとか、楽しむ時間がお金以上に時間っていうものがかけがえのない愛情であり人生で大切なものなんだよっていうことを自分は教わったんですよね、メリーポピンズから。ここまでの話を聞いてシェルさん自身今どう感じてますか？いやー、うん、やっぱ家族愛っていいなって、あーなるほどね、思うのと、やっぱりそのお父さんがすごいなんか孤独そうなのが、はい、さっきラファさんも言ってたみたいに、うん、私も感じてたんですよ、はい、冒頭から、はい、だからやっと気づいてくれたっていう気持ちはすごいあって、うん、スカッとしました。最後あの銀行のシーンで、はいはい、銀行のシーン、あーありましたね、急に笑い出して歌い始めるじゃないですか、うん、そうですね、一回やめるんですよね、そう仕事を、そう、うん、そこでもうよくやったって思って、うん、本当に素敵。確かにそのシーンすごい印象的で、もう一旦仕事じゃないみたいな、もういいと、やめますみたいな感じで、もうとりあえずもうジョークを交えながらもうさっとやめてったんですよね、はい、最後潔く、で家族のいる家に帰っていってハッピーエンドっていう、なんかね最後お父さん気づいてよかったなっていうのと、でもうメリーやもうバートはもうそこに気づいてたんですよね、もう最初から、うん、でそのことを子供たちに教えながらお父さんにも伝えて、最後一家がまとまったハッピーエンドっていう素晴らしい作品なので、ぜひ視聴者の皆さんはご覧ください。でまあこれは最後の最後になるんですが、はい、ちょっと一つメリーポピンズクイズをシェルさんに出したいと思います。え、最後の最後で、はい、まあおそらく答えられるだろうっていう、はい、すごいシンプルなクイズを一つご用意させていただきました、はい、じゃあいきますよ、はい、はい、こちらです。幸せになるための魔法の言葉はと、さあ噛まずに言えますでしょうか、言えますか、いきます、どうぞ。スーパーカリフラギーディシーネクスインバーディトーショー。ダメだったダメだった、いや期待に応えてくれましたね、すいません、いや難しいわあれ、難しいですね、いやもうそう挑戦してくれたことで嬉しいです。はい、こちらですね。じゃあちょっと今度は自分が、スーパーカリフラジルスティックエクスピアリドーシャス、流暢すぎる、言えた、流暢すぎる、言えたよかった、練習したかい、やった練習したかい。今日一緊張するところはこれで終わりました。ここだったんですね、ここでした。これ言えるかなっていうところでちょっと緊張したんですが、まあ、スーパーカリフラジルスティックエクスピアリドーシャスと、まあ、歌でもありますよね、はい、とても長すぎる言葉だけれど大きな声で言えたらスキリ、スーパーカリフラジルスティックエクスピアリドーシャスっていう、この魔法の言葉、この言葉好きなんですよ自分も、長いし噛むし、でも言えたらスッキリする言葉で、うん、
自分の例えばこう目の前に、まあ、大変な壁だったりとか困難だったりとかそういう出来事があったら自分こう表現してるんですよ。いやマジでスーパーカリフラジリスティックエクスペリドーシス。絶対嘘。絶対嘘。マジスパカリって思った。スパカリ最高。スパカリだよっつってマジスパカリじゃんみたいに、まあ、思うようにしていて、でその真意はというと、うん、まあ確かに大変なこと困難なことめんどくさいしだるいよ、うん、けどそれを乗り越えたら俺さらに成長できるよね、うん、そう思うようにしてるんですよ。じゃあメリーの言っていた、まあ、甘いお砂糖、うん、今自分の目の前にあるこの困難に対してどんなお砂糖をくれればいいのかなっていうことを考えるためにこの言葉を大切にしているっていうのはあるんですよ実際に。でですね、自分はここまでシェルチューブさんに、はい、メリーポビンズをプレゼンさせていただくっていう一つの困難を今乗り越えたんですよ。一つの壁を乗り越えた、困難を乗り越えたんですよ、はい、でさらにはですね、この挿絵こちらで使っている絵なんですけど、もうメリーポビンズリターンズの絵なんですよね、うん、1個乗り越えた先には、まあ、メリーポビンズリターンズもありさらにはウォルト・ディズニーの約束とかそういう付随的な先もあるじゃないですか、はい、ということで、まあこれからもし機会があったら挑戦しなきゃいけない壁だなと自分は今もう感じていて、その時はぜひまたゲストとして遊びに来てください。ぜひ来ます。ぜひ来てください。すぐに来ます。その時はメリーポビンズリターンズをやる時はもうシェルチューブリターンズでまたその席にかけてください。かしこまりました。また落とし込んでプレゼンします。楽しみ。よろしくお願いします。楽しみです。じゃあその時までこれからもよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ということで、竹内ラファエル清人のメリーポビンズプレゼン、夢プレゼンを以上にしたいと思います。最後に感想いただいてもよろしいでしょうか。うん、これまで踏まえて大好きな、はい、ラファさんのプレゼンで、はい、大好きな作品を聞けたことが最高に楽しかったです、はい、ありがとうございます。もうチャンネルが求めるような感想をいただいてる。最高でした。まあこの緊張感ある中プレゼンさせていただくっていう機会をいただいたシェルさんに本当に感謝したいと思います。とんでもございません。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。楽しかったです、うん、ありがとうございます。いやーメリーポピンズは本当に深いね。もう愛があれば何でもできるみたいな本当に深い作品になってます。みんなもね困難に立ち向かう時もいっぱいあると思うんだけど、みんなで魔法の言葉を唱えて頑張りましょう。困難に立ち向かう時はマジスパカリー。 OK です。どうなるんやろな。確かに。どうなるんやろな。確かに。ありがとうございます。 OK です。あとはもうなせばなる。なせばなる。なせばなる。本当に。